ボーイング777から 200ER 機、サウディアは、サウジアラビアジェッタを本拠地としている、国営航空会社である。アラブ航空会社機構の一員で、同機構の加盟会社が作っている、航空連合、アラベスク航空アライアンス及びスカイチームのメンバーでもある。キングアブデルアジーズ国際空港から、中東、東南アジア、アフリカ、欧州、北米への国際線を運航。 創立時の名称は現在と同じサウディアだったが、現在の新塗装の導入を機に、旧称のサウジアラビア航空に変更した。メッカ巡礼の需要があるため、大型機を多数所有している。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。日本へは、貨物便のみのフライトに留まっていた上、サウジアラビアでは、外国人に対する入国制限。 とりわけ観光に関しての制限が厳しいため日本では馴染みの薄い存在だった。2006年9月6日から大阪、関西からマニラ経由、リアド行き、ジェッタ行きをボーイング777の200型機で就航させたものの、わずか3週間運航しただけで9月27日以降、運休となり、同年12月にはジャパンエアサービスの事務所が閉鎖された。運休の理由は、 大阪、関西マニラ間の営業利用を国土交通省が認可しなかったことで再三面に不利であったためと思われる。2019年10月27日、エティハド航空とのコードシェア便で成田国際空港と中部国際空港に乗り入れた。2011年1月10日に2012年を目途にスカイチームへ正式加盟することが発表。アラブの航空会社としては ロイヤルヨルダン航空について2社目の3、大アライアンス加盟である。後の2012年5月17日に、同年5月29日に正式加盟すると発表し、同日に正式加盟を果たした。また、同時に社名と機体のタイトルをサウジアラビア航空からサウディアに再度変更した。2016年11月現在、日本人乗務員数名が在籍している。 機体番号ヘルツ赤ボーイング720ダグラス DC-4 ロンドンヒースロー空港にてロンドンヒースロー空港に中期するボーイング707ボーイング737から200エアバス A320 から200エアバス A330 から300ボーイング777から 200ER ボーイング 777300ER ボーイング747から8回2019年現在 旅客用機材と貨物用機材、VIP 用機材を合わせた保有機材の総計である。当社が発注したボーイング社製航空機の顧客番号は68で、形式名は747から468、777から 268ER などとなる。退役機材、ありがとうございます。